にに感感染染または寄生生するる病原体により生じる感染症のこと動物由来感染症とも呼ぶ。感染している動物との直接接触やその糞や毛垢などを介して再感染が起きる。特に以下の点が公衆衛生上大きな問題となる。人獣共通感染症以外の故障としては動物由来感染症などがある。以前は 人畜共通感染症、または人畜共通伝染病という故障が一般的であったが、畜という語が家畜のみを想起するのに対して、近年は愛顔動物や野生生物からの感染が重大な問題になっているという指摘がある。これらを考慮して人獣共通感染症という言葉を用いようとする動きがあり、この故障が定着しつつある。ただし、 獣とは、本来なら、哺乳類など体毛で覆われた動物を指す言葉であり、オウム病や鳥インフルエンザなど、鳥類由来の感染症や、爬虫類由来のサルモネラ感染症、昆虫類や、魚類由来の寄生虫疾患等も包含する語としては、必ずしも、地区より適切とは言い難い。いずれにしても、どの語を用いるべきかについては未だ議論の分かれる、ところであり、 統一されるにまでは至っていない。なお、厚生労働省は人への感染経路を重視する観点から動物由来感染症という呼称を使っている。これに対して獣医学の立場からは動物は汚いものという意識を必要以上に広く植え付けるだけでなく人から動物への感染による動物への被害という問題もあるため不適切ではないかということも 指摘されている。特に人由来の抗成物質体性菌による動物への被害を問題視する意見もある。獣医師は常に人獣共通感染症にさらされており、交渉や切り傷などに対する慣れによる危険性の欠如から継続的な危険への教育を行うべきだという指摘も行われている。感染症によって異なるが、動物と接触しやすい職業や、 それらを素材として扱う、食肉工場や羊毛工場の従業員などに見られる。ダイレクトズーノーシスサイクロズーノーシスメタズーノーシスサプロズーノーシス混合型細菌性人獣共通感染症ウイルス性人獣共通感染症リケッチやコクシエラバルトネラ性、人獣共通感染症クラミジア性人獣共通感染症原中性人獣 共通感染症人獣、共通規制中症心筋性人獣、共通感染症プリオン病。ありがとうございます。